こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、先日発表になりましたユニクロ U の春夏の新作コレクションですね。こちら今ですねオンラインで画像を見ることができますので、そちらを見ながらですね2月10日金曜日から発売になるわけなんですが、その前に事前にですね皆さんと作戦会議ができればなというふうに思っています。まあ楽しみにしている方も多かったと思います。僕自身もユニクロ U のファンなので、かなりですねこの発表を心待ちにしていたわけなんですが、まあ、通常のユニクロの服もベーシックで使いやすいものが多くて、まあ、十分に満足できるんですが、まあ、僕も含めてファッションが好きな方にとってはもうちょっとエッジが効いてるものがあるとですね嬉しいなと思うわけですね。まあ、そんな時にデザインのエッジは効いてるんだけども、価格はいつものユニクロと同じようにこなれていて、なおかつ素材感もいいというですねユニクロ U というのはもうまさにありがたい存在なんですね。まあ、今年もですね結構いろんなものが出てきてますので、前置きはこのあたりにしながら早速ですねおすすめのもの、メンズだけではなくて結構ですねレディースにもいいものがあるので、まあ、両方見ていきたいなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですねなるべく分かりやすく解説をしています。今ですねチャンネル登録20万人をですね目指していますので、まだの方はよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速いってみましょう。はい、ということでここからはですね具体的にユニクロ U の春夏の新作の中から、まあ、特に気になるものをですねチェックしていきたいなと思ってるんですが、今回はですね僕の PC 画面を皆さんと共有をしながらですねなるべく商品の方をですね分かりやすく解説をしていきたいなと思います。ということで僕の方はですね右上の方にひっそりとですね佇むような形で縮小したいなと思います。はい、こんな感じでいってみましょう。2023年2月10日金曜日から発売ということでですね、まあ、こちらのトップ画像を見てみても、だいたいですねこういったところに来る画像って、まあ、今期の一押しのものが多かったりするので、これもですねヒントになるかなとは思うんですが、まずはカテゴリー順に見ていきますね。メンズのアイテムです。アウターというジャンルから3つ商品が並んでいますが、まず気になるのはですねオーバーサイズステンカラーコート、こちらを見てみましょうか。はい、まあ、こういったステンカラーコートって結構ユニクロ U は毎シーズンやってるんですね。なので僕の事務所にもですねストックがたくさんあるんですよ。で毎シーズンですねちょこっとずつデザイン変えてくるのがこれまたですね憎いところで、どれも結構いいんですよね。ちょっとこちらも見ていきましょうか。ベースのデザインはそんなに大きく変わらないんですが、腰のポケットですね、左右対称にここついていますよね。ここがですねちょっとこう蓋がついているような形になってまして、まあ、前回とはデザイン変わってくるかなと思います。あとはカラーのバリエーションがまた毎回変わってくるので、またついつい欲しくなってしまうんですね。まあ、本音を言うと僕自身はすでにいっぱい持っているので買わなくてもいいんですが、ファッション YouTuber としてはここは買わなくちゃいけない点かなと思っていまして、まあ、中でもですね色合い、まあ、このですねナチュラルもいいんですが、使いやすさというところで言うとややですね難しいかなとは思うんですね。まあ、個人的にはですねこのようなグレーですね、まあ、グレーの中でもチャコールグレーのような濃い感じではなくて、ちょっとこうベージュとグレーを混ぜたようなグレージュっぽい感じですね。春夏なのでそんなに濃すぎないような色合いになっているんですが、これがいいんじゃないのかなと思いました。今までのこのようなユニクロ U のコートの中でもこのような色は見たことないですね。なかなか雰囲気良さそうなので、これをですねちょっと個人的にはチェックをしてみたいなというふうに思っています。で素材なんですけども、コットンナイロン素材ということで、まあ、コンボされているわけですね。春らしいですねコットン素材にナイロンがちょっとシャカシャカ感としてですね混じることで、風合いとしてはなかなか期待できるのかなと思います。価格も 12,900円で、まあ、このようなねステンカラーコート、ユニクロのですね定番のステンカラーコートもあるんですが、かなりベーシックで個人的には悪くないんだけども、めちゃくちゃ欲しいなっていうところにはならないんですね。一方でユニクロ U のものになると、デザイン的なエッジはですね多少効いてるものの、でもですね気軽に取り入れやすいような行き過ぎてないトレンド感なので、すごくおすすめしやすいんですよね。まあ、個人的には僕はこのグレーを推したいところなんですが、まあ、ダークグレーというのもありまして、まあ、こっちの方がよりベーシックかなという感じがします。まあ、このようなコートまだお持ちでない方はダークグレー選んで、ちょっと似たようなものを持ってる方はグレーがいいんじゃないのかなと思うので、これは要チェックですね。ちょっと着ている様子も見ていきましょうか。公式スタイルをちょっと見てきますね。
はい、こんな感じで、まあ、グレーを着ていますが、ちょっと写真の写り方的にベージュ感が伝わってきますよね。まあ、ベージュとグレーが混ざったような色味っていうのが、まあ、なんとなくここでも伝わってくるかなと思うんですが、丈がそんなに長くないですね。モデルさんの身長が結構ですね、大きいので丈が僕が着るよりはだいぶ短めになってしまうと思うんですが、結構すっきりめで足さばきもいいかなと思うので使い勝手良さそうですね。うん、着た感じもなかなか良さそうです。はい、このコートを個人的にはまず第一候補として皆さんにもお伝えしていきたいなと思います。はい、続いて2点目いってみましょうか。オーバーサイズユーティリティジャケットね、これはですね、まあ結構こうショート丈のアウターってユニクロの中でもよくやりますよね。特にユニクロ U は毎シーズンシャツアウターだとか、まあ、そういったものをやっているんですが、まあ、ちょっと最近はこういった丈の短い系のブルゾンも増えていまして、まあ、正直ですね、これピンクですかね、うん、色的には綺麗だし、結構ね公式のスタイリングとかでも使われてくるので、まあ、推しではあるかなと思うんですが、アウターみたいな結構主役級のアイテムでピンクだとちょっと個人的にはハードル高いかなというか、着てるうちに飽きそうだなと思うので個人的にはパスですね。うん、ベージュもですね良さそうな感じもするんですが、ベージュといっても先ほどのようなちょっとこう渋みのあるようなグレージュっぽいような感じもあれば、ちょっとこうイエロー寄りの綺麗なベージュもあるんですが、このベージュはですね春らしい感じで良いかなと思うんですが、個人的にそんなに好みのベージュじゃないんですね。で今回はネイビーみたいなものではなくて、もうちょっと明るめのブルーなんですが、まあブルーかな、個人的にはこういったブルーの、ショートブルゾンを白のデニムなんか、ちょっとワイドめの白デニムなんかと合わせるのはいいかなと思うので、これはちょっとチェックしておきたいアイテムかなというふうに思っています。はい、続いていってみましょうか。ショートジャケットですか、まあ、こういったものもよくやりますよねユニクロ U って。うん、まあ、襟元がちょっと特徴的なオープンカラーっぽいような見せ方になっているんですね。で胸にポケット2つついていてというところで、まあ、じいちゃんみたいなものを、まあ、ベースのデザインとしながら作っているようなものかなとは思うんですが、うん、色はブラウン、ブラウンなかなかいい色味ですね。あとはブラックというところでどうなんでしょうか。うん、まあ、公式スタイリングだとこちらのものを使ってるんですね。まあ、着丈が短いので内側にこのシャツとかを着て、ちょっとあえて裾の長さの違いを出すみたいなスタイリングは、まあ、おしゃれ中級者以上の方には結構おすすめできるかなとは思います。どうかな、絶妙なとこですね。実際に着てみてというところなんですが、まあ、ナチュラルが個人的には一押しですね。買うかどうかはちょっとこれは試着が必要かなと思うんですね。まあ、正直パッと見でこう想像がつくものと想像がつきにくいものがあって、まあ、このステンカラーコートに関しては今までこういったものがいろいろあったので、まあ、割と想像つきやすいかなと思うんですが、UTT ジャケットとショートジャケットはちょっと想像が色も含めてつきづらいかなと思うので、試着しながらかなというふうに思っています。まあ、いずれも良さそうなアイテムですね。うん、これがアウターというところです。ニット類ですね、このあたりもですね、まあ、3パターンということで、もう今季は丸首のニットがないですね。 V ネックオンリーできました。前回 V ネックのニットをですねユニクロ U で買いまして結構活躍したので、まあ、今季も V ネックね、これあったらいいかなと思っています。色はナチュラルと、あとはブラック、そしてこちらはカーキですかね。個人的にはこのカーキがいいんじゃないのかなという感じがします。うん、なんかやぼったさが強く出るような色合いではなくて、少しクリーンな雰囲気ですね。中肉厚で合わせしやすいような雰囲気で、これだったら、まあ、正直今時期から着ても大丈夫だと思うんですね。もう春のものって物によっては早くも冬の、ね、後半に1月2月ぐらいからでも着れるものあったりするので、このあたりはね早速白 T と重ねながら着てみたいなと思いますね。3990円、うん、デザイン的には結構オーソドックスで、そんなにこうエッジは効いてなくて、あぜ編みの感じですかね。これも雰囲気いいのでなかなかいいんじゃないのかなと思いますね。ちょっと詳細を見てみましょうか。はい、柔らかくて清涼感のあるコットンリネンですね。ちょっとシャリ感が
あるんじゃないでしょうかね。フィッシャーマンセーターのデザインということで、うん、良さそうですね。コットンと麻ですね。 70%、30% のコンボ素材ということで、これは良さそうですね。この上にですね、先ほどご紹介したようなオーバーサイズステンカラーコートのグレーですね、このあたり着てもかっこいいんじゃないかな。ちょっとね、色合いをですね、似たようなところで共通させるのもいいと思います。3990円はありがたいっすね。これはなかなか良さそうですと。ニット T シャツですね、これもまあまあやっぱり使い勝手がいいんですが、今時期からするとだいぶ先に着るものなので、ちょっと想定がつきづらいかなとは思います。淡いピンクと、あとはイエロー、これは強いな、ちょっとむずいかもしれないですね。あとダークグレー、まあ、鉄板はダークグレーでしょうね。これは1枚でも様になると思います。はい。で、春らしいこのちょっとパープル混ざったようなピンクもすごく色合いがいいかなと思うので、個人的にはこのピンク推しですかね。2990円でちょっとハイゲージですごくいい雰囲気のニット T シャツが出ていますという感じですかね。薄手の素材でリラックス感のあるボクシーシルエットということで、これも良さそうですね。コットンが 52% のポリエステルが 48% のコンボ素材、うん、良さそうですね。これとか、あとはですね、まあニットポロですか、このあたりも使い勝手はいいですね。うん、ポロシャツって、まあ、コットンのシンプルなやつもいいんですけど、個人的にはニットポロすごく好きで、ちょっとこうね、クラシカルな雰囲気もありつつ大人っぽい上品なニットの雰囲気も漂うので、まあ、ニットポロ大好きなんですね。このブラウンいいですね。ちょっとこうレンガ色っぽさもあるような、すごく綺麗なブラウンで、なかなか良さそうです。なんか重ね着の内側に入れてあげてもバランスいいかなと思うので、ジャケットのインとかでもいいんじゃないですかね。はい。あとオリーブですね。オリーブはちょっと浅めのオリーブですね。そしてダークグレーというところで、まあダークグレーがね、鉄板で使いやすいかなと思うんですが、ちょっとこうエッジの効いたこのブラウンぐらいが個人的にはいいかなと思います。なんかダークグレーとかのアウターの内側に入れて、少しですね、色の遊びを効かせるのもいいかなと思うので、2990円、これはいいですね。欲しいかもしれないです。はい。ということで、まあ、ニット系もどれ見ても比較的良かったかなと思いますね。はい。続いてシャツ系ですね。まあ、ユニクロ U 結構シャツはいろいろやるんですよ。で、初期の頃はいろいろ買ったんですが、最近ちょっとご無沙汰してるんですね。まあ、レギュラーカラーのシンプルなシャツで、うん、これはこれでいいんですけどね。まあ、ちょっと一押しからいっちゃいましょうか。これじゃないですか。オーバーサイズワークシャツのこのダークパープルはめちゃくちゃいいですね。これが今季の一押しと言っても過言じゃないのかなとは思いますね。3990円、両胸にポケットついていて、ワークテイストが溢れるようなデザインではあるんですが、このダークパープルという色合いがめちゃんこいいですね。これはいいです。まあ、正直ですね、このようなアイテムって春夏の商品で、夏物じゃないですか。なので季節もう真逆じゃないですか。今一番寒い時期なので、まあそう考えるとなかなか活用する時期まで結構期間が長いのでテンションが上がりづらいんですが、でもこのダークパープルはすごいいい色なので、マストバイじゃないでしょうかね。ちょっと他の色も見ましょうか。イエロー、むずい。ナチュラルはナチュラルでいい色だなと思いますね。あ、どうでしょうね。この07のグレーとダークパープル、ひょっとしたら2色買うかもしれないです。それぐらいこれは完成度すごくいいと思いますね。僕結構この半袖のシャツでレギュラーカラーで、なおかつこの胸ポケットついてるやつが好きなんですよ、ディティールとして。このポケットが片方だけよりもなんか1枚できた時にもインパクトもあって、すごく好きなディティールなので、これは2枚欲しいですね。めちゃくちゃいいです。まあ、サイズ感もね、ちょっと袖長めで今っぽい雰囲気なのもいいかなと思いますね。ドレープ感のある素材ということで、オーバーサイズなんですね。53% 再生繊維セルロース、 47% コットンということでね、ちょっと素材の質感気になりますが、これ一押しです。まあ、先ほどもお伝えした通り冒頭で出てきましたよね。やっぱりここで使われてるアイテムというのは一押しなんですよ。間違いなくいいと思いますね。これはかっこいいな。はい、皆さんもぜひこれは一押しで見ていただきたいなと思います。
後のシャツはちょっと割愛します。そこまで個人的に欲しいものはないですね。まあ、半袖シャツも他に2つあるんですが、やっぱり今回はこのオーバーサイズワークシャツがもう一押しで、このあたり買うんだったら僕は色違いで2色いっておきたいなというところですね。チェックシャツ、まあいいかな。そうですね、このあたりは割愛、もう一押しはオーバーサイズワークシャツ半袖ですということですね。はい、 T シャツカットソー系も、まあ、定番のものになってきますから、このあたりも、割愛でいいんじゃないでしょうかね。まあまあもう鉄板で使いやすいものですね。まあ、ちょっとこういうボーダーは太いとね、ちょっとこう、某アニメのガキ大将感が出るのでちょっと難しいなと思うんで、ちょっとパスかなと思います。まあオーバーサイズね、この T シャツですね、ゴブ袖のエアリズム、このあたりは鉄板でいいと思いますね。やっぱこのピンクの感じとかも色合い改めていいですよね。なるほど、パープル系もあったりということで、まあ、ライトウェイトスウェットシャツですね、このあたりはなんか春先いいんじゃないのかなという、こういうねちょっと淡い色のピンクなんかは個人的には素敵なのかなと思いました。あとオフホワイトとかね、まあちょっとねこう秋冬だったらこのダークグレーなんかもいいんですが、春先だったらちょっと明るめのクリームか、クリームなんか意外とこのピンクがいいんじゃないのかなと思うんですが、やや中級者以上向けですけども色はいいですし、ちょっと緩めの雰囲気もねいいんじゃないでしょうか。まあこれぐらいですかね、触れておきたいのは。でボトムスがですね結構良さそうで、例えばですねワイドフィットパラシュートパンツっていうのがなかなか面白いんですよね。コットン素材のパラシュートパンツということで、ちょっとこの裾の部分を絞ってシルエットが変えられたりだとか、膝のあたりですね、この後にちょっとクシュクシュっていうようなシワ感が寄るようなデザインになってまして、ちょっとこのアプローチ面白そうだなとは思っていますね。さすがにちょっとダークパープルね、これ先ほども出てきましたが、シャツとかトップスだったらいいんですが、ボトムスだとむずいかなと思うので、選ぶならちょっと明るさを出すようなナチュラルとかダークグレーですね、このあたりが良さそうな気がしています。ちょっと個人的に気になりますね。着用事例を見ると分かりやすいという感じで、まあ、裾の部分がこうシュッとねこのすぼまっている感じで、たっぷりとした、この裾のあたりの感じがですね楽しめるのかなと思いますね。この色がダークグレーで色合いいいですね。ちょっとこうオリーブ感もあるような感じで、膝のあたりのシワ感も含めてシルエットが面白いですね。これはちょっと個人的に欲しいと思っています。はい、一押しはダークグレーじゃないですかね。明るめのライトグレーなんかもいいですが、このあたりは僕自身も検討しています。あとはレギュラーフィットジーンズとかね、このあたりもあったりだとか、ワイドフィットタックチノですね、これ2つありますね。ワイドフィットタックチノとジャージーパンツという2つのですね、まあ、タックが入っているんですが、そのワイドに振りすぎないような感じですね。これも美しいですよね。この腰回りのタックの雰囲気すごくいいなと思います。こうテーパードというよりは、まあ、割とストンと落ちるような感じで、まあ、最近だとこういうようなものを僕履きたいなという感じはします。まあ、オリーブのこの光沢感もすごく綺麗ですね。素材見てみましょうか。コットンツイル素材ということで、このあたりも良さそうですね。コットン 100% ですね。このオリーブの感じいいですね。ベージュもこれまたチノパンというか、まあ、ど真ん中のチノパンあんまり好きじゃないんですけど、ワイド感のあるチノとかはすごくいいと思っていて、ベージュの色味がなんかコクがあってすごく好きな感じですね。実際に履いてる様子はこんな感じでしょうか。割とこれで見るとベーシックなチノっぽい感じがしますが、いいですよね。タックが入っていて、ワイドに振るならベージュもいいかなとは思いますね。まあ一押しはですねダークグレー、このあたりは使いやすいで、オリーブが個人的には今回欲しいかなと、挑戦するならベージュっていうところで4,990円、これ良さそうですね。僕はウエスト的にこう70になるので、ちょっとオンラインで購入するので、当日のレビューには間に合わないと思うんですが、まあこれもちょっと持っておきたいアイテムかなと思っています。
はい、続いてワイドフィットタックジャージーパンツね。これも素材の質感が気になるんですよね。ブラウンはやや難しいですが、ダークグレーは使いやすそう。あとは実際の素材の感じですね。まあチノに関してもこちらのね、ジャージーパンツにしても素材の質感を実際にこう店頭で確認して良さそうだったら買うっていう感じですかね。ちょっとウールライクな素材の方が僕は好きだったりするので、このあたりがどうなのかなというところですね。結構実物を見て素材感がちょっとしっくりこなくて見送るってことが割とユニクロ U のパンツは僕の中では続いたので、ちょっと素材次第なんですが、まあ、ベースのデザインはすごくいいかなと思うので、チェックをしていきたいところかなと思っています。あとはこちらですね、ショートパンツ、ワイドフィットタックチノショーツ、まあ、ベースとなるようなデザインは先ほどの、ね、タック系のパンツと同じなんですが、これがショートパンツになっていて、上品なダークグレーの質感、もうブラックとかがあんまりなくてもうダークグレー推しなんですね。あとは今季はナチュラルだとかライトグレーだとか、このあたりのボトムス増えてるので、このあたりもいいんじゃないのかなと思いますね。実際に履いた感じだとこちらですね。割と丈長いんですね。ここがちょっとどう映るのか、モデルさんが履いてこの丈なので僕が履いたら膝下ぐらいになりそうですね。ちょっと足短く見えるかもと思いつつ、まあ丈の長さ次第ですね。ベースのデザインは好きですが、ひょっとしたら丈の長さ次第で見送るかもな。ちょっと難しいかもしれないですが、ベースのデザインはめちゃくちゃいいと思います。結構スラッとした身長高い男性が着るとかっこいいアイテムかなと思いますね。はい、ボトムスはこんな感じでしょうか。あとグッズですね。まああんまり僕はユニクロでグッズ買わないですね。というのも、まあ、結構バッグとかはそこそこ長く使うので、まあ、割としっかりとしたもの欲しいなと思う方なんですが、個人的にはこのブロックテックジェットキャップっていうのがなんか良さそうな感じがしてるんですよね。このパネルの数が少なめのキャップで、ちょっとこう浅めに被るようなキャップなんですよね。ツバもね結構浅めで、あの割とこうまっすぐ直線的なツバになってるんですけども、これかっこいいかもしれないなと思うんですよね。このブロックテックのちょっとしっとりとした生地の感じ、ブラックもいいと思うし、ちょっとねこのモデルさんの雰囲気がかっこよすぎてイメージが湧かないっちゃ湧かないんですが、これもなんか夏場にねちょっとアクセントとして被るのはありなんじゃないのかなと思います。ちょっと挑戦的なアイテムですが、2990円であれば僕はなんかトライしてみる価値はあるのかなとは思っていますね。なかなか良さそうです。あとはねやっぱりこう人気のこのあたりのバッグですよね。斜め掛け系のバッグはまあ定番で良さそうなんですが、まあ、個人的にはそんなにこう使う用途がないので今回はパスしますが、なかなかおすすめのアイテムであることは変わりがないかなと思いますね。まあ、使いやすいブラックだとかダークグレー、まあ、ブラックがいいかな。ブラックが使いやすいんでしょうね。一回持ってみるのもいいかなとは思うんですが、まあ、女性にもすごく人気が高いバッグで2990円というところで、着こなしの一つのアクセントとして機能してくれるのかなと思います。まあ、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っております。はい、そんなとこでしょうかね。メンツはこのあたりで、長くなっちゃうんですがちょっとレディースもねチェックしなくちゃいけない時代ですよね。というのもこっちの方もサイズ変えれば着れるものがあったりするので、ちょっとアウターから見ましょうか。でもうチェック済みなんですけども、個人的にはこちらリラックスパーカーですね。こちらのですねカラーで言うと08ダークグレーがですね、ちょっとこうブルーみがかったグレーで、なかなか雰囲気いいんじゃないのかなと思いますね。先ほどのメンツのショート丈のアウターよりはこれぐらいのものの方がかっこいいんじゃないのかな、フード付きでと思っているんですよ。色合いもねすごくいいし、これはね個人的には欲しいかなと思っています。コットン 100% でちょっとこうね色の光沢感も楽しめるような感じですね。実物着てるようなものないかな。ちょっと絵がないんですねこの色合いが。ちょっとこう丸みの帯びたような形のですね、アウターのシルエットになっていて、これはいいんじゃないかな。かっこいいなと思いますね。これがちょっと一押しです。9990円、この色味がダークグレー、まあ、ダークグレーといってもなんか色味が全然違ったものがあって、ちょっとグリーンっぽさがあるこのダークグレーいいですよね。
はい、あとフーデッドロングコートも良さそうなんですよね。だステンカラーコート買うか、このブラックのフーデッドコート、ベージュもいいのかな。ベージュでも好きな感じのベージュでもちょっとないんですよね。うん、ちょっと襟が大ぶりでフード付きの感じもなかなか良さそうですね。公式スタイリング見るとこんな感じ、うん、これも素敵な感じがするので、ちょっとステンカラーコートとどっちがいいかを検討しながら見ていきたいなと思うんですが、 12,900円、これもメンズで着るのはありなんじゃないでしょうか。はい、で、セーターカーディガン、このあたりはパスで、あとはボトムスなんですよね。ボトムスでやっぱり気になるのはこれなんですよね。タックジョガーパンツ、これはちょっと圧倒的に良さそうです。これは買うんじゃないのかな。僕はなんかウエスト的にはレディースのね、73とか70ぐらいでもちょうどよかったですので、かえって店頭で買うならこっちがいいかなとは思っています。まあ、ダークグレーの08がすごくいいのと、うん、ベージュもいいし、オリーブもいいな、これはいいっすよね。まあ、ジョガーパンツのこのカジュアルさがありつつも、ちょっとタックが入っていてクラシックなパンツの要素もあるというところで、これはめちゃくちゃ良さそうです。着用画像すごくかっこよくないですか。これなんかメンズがそのままやっても成立するような、ちょっと顔をねカットして見てもですね、すごいかっこいいです。色合い、これダークグレーなんですけど、ちょっとカーゴパンツっぽい色合いに見えますよね。これはちょっとパンツの中では一押しじゃないですか。これじゃないですかね。うん、当日は僕これ買いたいなと思ってます。色がオリーブなのかダークグレーなのかというところだけなんですが、ぜひ皆さんボトムスはこれが一押しなので確認をしていただきたいなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では春夏のですね、ユニクロの新作の中からこれはちょっと気になるなというものをですね、皆さんにご紹介させていただきました。まあ、最初パッと見はそんなに欲しいもの多くないかなと思ったんですが、結構掘り下げていくといいものめちゃくちゃあって、ちょっと発売日当日総額いくらになるのかが恐ろしい限りなんですが、まあ、なかなかですね良いコレクションかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんも今回ご紹介したものの中で気に入ったものがあったらですねチェックをしていただきたいなと思います。おそらく発売日当日にも動画を出すと思うので、まあ、答え合わせですね、実際何を買ったのかもしっかりと今後フォローしていきたいなと思いますので、そちらの動画も合わせてチェックをしていただきたいなというふうに思っています。まあ、個人的にはですね、もう一押しはオーバーサイズワークシャツですね、このパープルとダークグレー、これは外すことができないアイテムかなと思います。あとはステンカラーコートですね、このグレーですね、これもなかなかいいのなのでちょっとチェックをしたいなというところですね。あとはレディースのですねリラックスパーカー、これもですね色味が、うん、なかなか綺麗なので、またこれもダークグレーなんですね。このダークグレー、ブルーみがかった感じがすごくいいので、こちらも要チェック。そして個人的に一番欲しいなと思っているのがタックジョガーパンツですね。これレディースの商品なんですが、ダークグレーかもしくはオリーブというところはもう鉄板で使いやすいかなと思うので、このあたり要チェックで、それ以外はですね実物を見ながらまた検討していきたいなと思っています。ぜひ皆さんの気になったものもですねコメント欄書き込んでみてください。最近めちゃくちゃコメント欄見ていまして、返せるものは返信してたりしますので、ぜひ皆さんの好きなもの、こういったものを狙ってるよというものもですねお伝えいただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべく分かりやすく解説したいなと思ってるんですが、もう少し中級者向けのドメスティックブランドのアイテムですとかセレクトショップのオリジナルのアイテムなんかの解説に関しては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方でしっかりとお伝えをしています。週にだいたい4本ぐらいの動画をアップしていまして、そのうち1本はライブ配信をやっているんですね。普段の動画ではライブ配信全くやらないんですが、 YouTube のメンバーシップチャンネル限定でですね皆さんと交流しながらの動画もやっていますので、気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですね動画をチェックできない方のためにですね、オンラインサロンも開催をしています。そちらの方では文章と写真ベースでだいたいですね1分ぐらいで読めるような記事をですねどん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 更新をしています。僕の方でも1日2回の記事をアップしていまして、僕以外のスタイリストの方も記事をアップしています。また参加者の皆さんも気軽に記事を投稿することができるので、おしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるコミュニティになってますので、気になる方はこちらも概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。